もう超プルプルホルモンみたいな。ホルモン当ててこう。あ、ちょいちょいヒュー。 3, 2, 1, よし、いくぞ。ヒカルです。はい、ということですね、今日はコスメレビューをしたいと思います。コスメレビューなんで、やっぱり女の子一人の方がいいかなっていう風に思ったんですけど、どうしてもコスメのことをみんなに伝えたいという先生がね、今日はあのメイクアップアーティストっていう感じで、そういうキャラでそういうキャラで来てるあの先生がいるので、ちょっと登場してもらいたいと思います。映ってる今映ってるはい、それではどうぞー。どうもー、はい、皆さんこんにちは。僕の名前はオタティーチャー適当オタティーチャーって言ってですね、あの全国を結構ね回って、あのコスメ系をねたくさん皆さんにねお届けできたらなと思ってるんですけどね、僕厳しいんで、ちょっと僕の方からね、まあ今日わざわざこちらに来たということでね、はい、いいところをあのお見せしたいなと思いますね。はい、ちょっとキャラがまだ定まってないということですねキャラとかよくわかんないんですけど、本当にはい、じゃあとりあえずやっていきたいと思います、はい、せーの、やってみよう。やってみようかな。キャラがまだね、わかんないよな。ちょっとマジやばい。はい、ということですね、あ、まあプラザじゃないやつもちょ1個だけ混ざってるんですけど、とりあえずプラザさんでコスメを買ってきました、私が。はい、そうですね、はい、なんかコスメのコーナーがあるじゃないですか。おすすめのやつとかはブースがあって、新作とか、あ、なるほど、ね、そういうところに置いてあるやつと、あと私が個人的に欲しいやつを買ってきたんですけ ど、それはですね、はい、あの紹介 してもらおうかと。ああ、もう僕全然そのために来たようなものなんで、はい、やっぱ歴というのが違って、この先も8年というこの先あの今まで今までですね、今まで8年というやっぱ歴史を持ってる形なので、はい、13歳の時からこの道行ってるんですよ僕は。じゃあですね、はい、最初にじゃあやっぱみんなが気になるリップ情報からね。あ、なるほど、やっぱリップは大事ですよね、やっぱ、はい、女の宝。私が買ってきたのはじゃん、こちらのリップになります、はい、こちらですね、こちらはもうねやっぱ人気、はい、はい、これをやっぱ紹介してもらおうかなと。はい、わかりました。こちらですね、はい、まあ、特に中高生から大人気ですね、こちら。こちら、エクセルっていうね、あのパソコンのエクセルではないですねまあこれ美容オイルリップですね。はい、じゃあこちらをちょっとねレビューしていきたいと思います。はい、じゃあ開けてください。はい、開けますね。じゃあかわいいデザイン、これまたおしゃれだね、これもうラメも入ってるんじゃないですかこれ。じゃあ開けますね。はい、お、今聞きました、開ける時このしきみたいな。あ、ちょっと、わかんないこれもうね、私が大好きな色僕が大好きな色キャラがまだ定まってない。キャラがちょっとごめんなさいね、はい、こちらこういう色になってますね。ちょっと赤、ちょっとピンクの恋版みたいな感じなんですけど、こちらじゃあ実際あなたはモデルですか。じゃあ、あ、塗ってあげます。あ、僕に塗る僕、あの、ちょっとそういうのやってないかもしれないですけど、え、ちょっと話と違うんですけど、どういう感じですかこれは。ガチな目で見てくる負けたはい、ということでリップ落としました。はい、今から塗っていきます。お願いします。こちらですね、キラキラしてる。いいね、あ、すごいいいね。あの、もうこれしてるだけでもう、なんだろう、アスリートはい、ということで、あの補足をしていきたいと思います。僕の取んないですからねということですね、これはエクセルのリップ新色なんですよ。このシリーズが今まで3色4色ぐらい出てたと思うんですけど、その新色になってて、リップケアオイル08番ですね。はい、1400円ですね。あー、なるほど。普通ヒカルはいつも濃いリップ塗って、その上に乾燥するからグロスを重ねるんですけど、これはもうこれ1本で色もしっかりつくし、潤いっていうか、もうあー、やっぱ保湿、そう、もうすっごいうるうるしてるし、保湿こ、いや、もうすプルプルですよこのもう超プルプル、ホルモンみたいな、もうホルモン次はですね、はい、チークいきましょうかね。あ、チークですね、これはもう女の子の鏡。はい、はい、こちらフーミーのマルチグロースティックになります。フーミー、あー、こちらはもう可愛いですね見えますか、このちょっとあのいちごミルク的な色してますねこちら多分僕の予想的には、はい、このまま塗れるんですよ。おー、はい、じゃあ私がやっていきたいと思いますこんな感じの色に
なってますと。はい、フェイスカラー、チークカラー、リップカラーのその3つの効果があるんですよ。リップもいけるんですか？いけます。私ちゃん知らないじゃないですか。いやいや、ちょっとすいません、それは不足で、不足不足はい、ということでですね、肌に垂直に当ててこう。おちょいちょい肌に垂直に当ててこういくんですけど、私は手でいきたいと思います。はい、はい、指にこう取ります。こう肌にこうトン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 、ここにこうつけるとわーってこてってるみたいな。そうそうそう、なんかそうそうそう、ちょっとあの寄っちゃってますよあーなるほどねすごい顔しないでください、そんな。なんかもう酔っ払ってる感じね。ちょっと可愛い感じが出ちゃってますね。あー、そう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 、こちら1800円になります。はい、次はですね、こちらじゃん。はい、では太田先生お願いします。こちらは結構詳しいですよ。こちら仲いいんですよね。はい、こちらですね、なんと育毛してくれる、なんと商品なんですよね。なるほど。でですね、こちら何を育毛するかっていうとですね、まつげ、まつげ、まつげを伸ばしてくれるっていう商品ですね、はい、なるほど。まあ知ってる方も多いんじゃないですか。これは一緒に買いに行ったオタティーチャーがこれを使ってたことがあるらしく。そうなんですよね、すごい伸びるって言われたんで、まあその言葉に騙されて一回買ってみようかな。そうですね、やっぱね、オタティーチャーもやっぱまつげを伸ばしたいっていう時期もやっぱあって、うんうんうん、まあやっぱ結構前なんですけどね、最近はもう何もやってないんですけど、まあちょっと一時期ハマった時があって。なるほど。まあオタティーチャーまつげ長いですね。あ、本当ですか。長いです。いや、長くはないですね、別にまあ、てことでですね、結構こちら、はい、ちょっとまあかっこいい感じになってますね。ボリュームアップ感を引き出します。あ、ボリュームアップをしてくれますね、はい、こちら。ありがとうございます、はい、あ、じゃあ私に塗ってください。はい、じゃあちょっと塗りたいと思いますね。はい、塗れてる感じあります。あ、あります。めっちゃ目の周りについたやばいっしょこれはい、はい、ということでね。で、なんか、ヒカルが思ったのは、はい、取られましたよ、急に急になんかぶん取られましたけど、はい、で、なんかヒカルはいつもスカルプ D のやつ使ってるんですけど、スカルプ D のやつはこの先っちょがこうなってないんですよ、この塗りやすい感じ。アヴァンセラッシュセラム EX 1800円です。はい、で、プラザで買ったラストの商品、ラストですね。はい、こちら、じゃん。なんですかこれは。お願いします。こちらもね、やっぱね、シェーディングパウダー、こっそりと仕込む影でスッキリ小顔マットって書いてありますね。こちらまあ一言で言うと、もう小顔になっちゃいますよっていう商品なんですよ。なるほど、はい、あ、はいはいはい、こちらはですね、どこに塗るんか分かんないんですよねあ、書いてありますね。まあいろいろ塗るところがあってですね、影を作りたいところに塗っていくやつですね、うん、輪郭ね、輪郭にこう塗ったり。キャンメイクさんの商品。あれ、これあなた使ってますね。そうなんですよ、実はこれはですね、私の愛用商品なんですよね、はい、あら、そうだったんですね。はい、キャンメイクシェーディングパウダー01番、これ680円ですね。すごいやっぱお買い得ですね、まあ、キャンメイクだからね。キャンメイク、はい、これはいつも。あ、ちょっとあの、あ、お友達が来ましたねおたティーちゃんの友達。はい、はい、続きいきますね。はい、ということでですね、はい、これ私が愛用しているソコミエコスメですね。じゃあこちらも、じゃあ浦西ひかるさんもすごいおすすめ商品です。ということで、プラザで買った商品は以上ですね。はい、ありがとうございました、はい、で、この間あの原宿デートの動画をアップしたと思うんですけど、あのオタくんと言ってましたね。そう、はいはいはい、楽しかったね。楽しかったね、僕は知らないんですけどね引っかからなかったですね。はいはい、はい、で、そこの原宿デートのなんかね、エチュードハウスに入ったと思うんですけど、ああ、で、買ったこの下地、化粧下地買いましたね。これをね、今実際塗ってるんですよ。おお、これ結構ね、いいんですよね。へえ、スキンケアでも白くするんですけど、やっぱりメイクでも白くしたいということで、はいはいはい、このラベンダーっていうのがめっちゃ透明感出るって感じで、へえ、なんかね、肌にこうなんかね、パサパサしないからめっちゃいい。ちょっと保湿効果もあるみたいな。そうそうそう、ね、めっちゃ白くなるんよ、テローンって感じ。これはおすすめ。その時にまたどうだったか言うねって言ってたんで、うん、まあ良かったですよと、報告ですよと、そう、報告ですよと、おすすめですよと、エチュードハウスさんって感じですね。全部結構ね、良かったかなっていう風に思います。そうですね、私的にもやっぱ素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしい商品ですね、どれも。はいはい、ということでまた、あの、そうですね、新しいコスメが出たらね、オタティーチャーやっぱ呼んでほしいですねちょっとあの、まだキャラがちょっとまだ見つかってなくてちょっとあの、次回までにオタティーちゃんのキャラを発見させますので、そうですね、本当にすいません、ごめんなさいということではい、はい、ということで以上コスメレビューでした。皆さんもぜひ、はい、あの、紹介してほしいっていうコスメがあったら教えてください。私もどんどん研究していきたいと思います。ということで以上、オタティーチャーとひかるでした。バイバーイひどいな
ひどいよ。